です。宇宙創生以来最大のカリスマの異名を取るカリスマプロレスラー大黒摩季斗。そんな摩季斗の10冠統一に向けての試合中、彼の繰り出した攻撃から閃光が放たれ、リングから摩季斗は消え去り、なんと異世界に飛ばされていた。そこは魔王が支配する無常な世界。摩季斗はその拳一つでこの世界を変えることを決意する。彼こそが異世界に現れた救世主だったのだ。摩季斗が異世界に迷い込み、うん、はい、スライムの族長とプロレス対決をするシーンです。はい、はい、それではお聞きください。ざわ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 。なんだなんだプロレスって。とにかく族長と青72が勇者と戦うみてえだぞ。数年ぶりに勇者が現れたと思ったら、剣も鎧もない半裸の男。こいつはラッキーじゃわい。へえ、ようやくリングができたぜ。じゃあゴングねえから、俺がカーンと叫んだら勝負だぜ。いぞーカーン。なー、押しつぶしてくれるわ。いけー族長。こいつら、さっき見られていたところを見ると、打撃に痛み、苦しみを感じる。つまり、マキナリアット！あばば。へえ、あの勇者、めちゃくちゃ強いぞ。やっぱり、俺たち最弱種族の勝てる相手じゃねえんだ。残るは雑魚の青72、終わったな。おらどうさ、何ぶるってやがれこんにゃく野郎。俺を倒して仲間を守れる力ゲトるんじゃなかったか。やっぱ僕には無理だ。バカ野郎。あカモー。なんだ今の雄たけびは。恐怖心が消え、闘争心が湧き上がってくる。己のすべてをぶつけたくなってくる。くそ。ねえ。まだ。まだ。ぶっか。すげえ。体をムチのようにしならせて勇者をぶっ倒しやがった。スライムとしてのやり方に目覚めやがったな。やるじゃねえか。だが今度はこっちのターンだぜ。なにくそ。ピュンチュラチュラシャーくそ。ピュン青72。青72なんだこの気分は。青72、声援を受けるたびにパワーがたぎってくる。これがプロレスだよ。たまんねえだろ。さあ蹴りつけようじゃねえか。はあ！てぇ！すげえぞ青72！ 体が熱くなってたまらねえ！おい、うるせえぞスライムども。お仕置きとしてハードにレクリエーションしてやるから。おい、聞いてんのかこれ。なんだその反抗的な態度は。うるせえよ。今の試合見てたら魂がたぎってきてしょうがねえんだよ。青72があんだけスライムを見せたんだ。俺らだってやってやるぜ。これがスライム魂じゃ。ああ
見たろう、これが俺とお前で作り出したプロレスリングだよ。よし、決めたぜ。俺はここをプロレスキングダムに塗り替える。手貸してくれるか、青72。いや、相棒。よし、じゃあケーキ漬けと行こうじゃねえか。行くぞー。